さて6年間日本各地の風景を素敵な音楽とともにお送りしてきましたトロと旅する、実は今日が最終回なんです。そこでトロが別れを言いにこのスタジオに来てくれました。おはようございます。おはようございます。どこが思い出に残ってるかな。わかんない、はい、これからトロは一体どうするのか。まだまだトロの時は続くんだね。じゃあ今日はもう分かったね。じゃあまたね。トロバイバイ。元気よかったそれ、はい。贅沢してますよね、トロ結構。そうですね、全国各地結構。ねえ、あやさん。うん。あ、みなちゃん。はい、中抜けしてきちゃいました。あ、本当。じゃあ、あやさん、今日カラオケでご飯行きません？行きたい。いいね。うん、友達もね、来てるんですよ。あ、本当？うん、あれ？ていうか、これ、あ、これね、メイキング入ってるだけだから。今ね、カラオケでご飯行きたいんだけど、今日結構かかりそうなんだよね。何時になるかわかんないし。いや、そもそも。この企画自体なんか引っかかってんだよね。東さん、そろそろお願いします。あ、はい。で、夜、うん、迎えに行きますから。はい、はい。じゃあね、はい。すいません、いつもこんな感じでやってますけど。あ、はい。よいです。今日はいつもとちょっと趣向を変えて番組を進めていこうと考えております。今回私たちは芸能界に密かに広がるある現象に着目し、1年半にわたる地道な取材を敢行、数々の重要な証言を得ることに成功しました。そしてその貴重な証言を一つ一つ検証していくことで、ある重大な事実を導こうとしています。いやー、まさかね、本当にいるとは思わなかったですよ。目を疑いましたね。ナイスショット。おー、ゴルフですか？大好きですね。オフの日はもちろんですけども、仕事があっても、例えば目覚ましテレビが8時に終わるでしょ。その後ちょっと反省会をやって、そこからゴルフ場に行くんですよね。あの日もね、生放送終わりで行ったんですよ。結構霧が出てきましたね。あのね、え、さっきからずっと気になってたんだけどさ、キャディさんもしかしてさ、おかしい、事務所に内緒なんで。こちらですね、7番でいいですね。7番でいいですか。はい、ナイショ、あれ、わー、帯？ちょっと切り見えなかったですね。多分大丈夫だ。あ、気をつけてください。こんな日は何かありますから。お、セーフ。他も、いや、キャディーさん。はい、すぐ行きます。いやー、まさか本物がいるっていうのは。でも目の前にいるわけですよ、生身のトロがね。
大丈夫でした？あ、ワンペナ。まったくどういうつもりなのか、本当いい迷惑、余計なお世話ってんでしょうかね。まあね、そんなことより、あれ本物だったんでしょうかね。実は今でも半信半疑なんですけど。いやー、驚きですね。実のところ未だに信じられないというのが正直な気持ちです。ただし私たちが何か重大なことを見逃している可能性もあります。そこで私たちは証言をもう一度見直す必要があるのではという結論に達しました。実はその中からいくつかの事実が浮かび上がってきました。そうですね、どんな感じだったかって言われても印象的だったのは日光東照宮のことかな。ほら、ここに写ってるでしょ。これこの後お参りしたのよね。神妙な顔つきして、神妙っていうのも変か、でもあの張り詰めた空気の中にいたわけですよ。お茶目ですよね。でも100個のお願い事って相当ずうずうしいでしょ。私なら一つで十分なんですけど。あ、でもそもそもトロと最初に出会ったのってその日光の旅館の駐車場だったかな。あの時は相当運に見放されていて。ついていない時っていうのはちょっとした不幸が身に染みてくるでしょ。そこにトロでしょ。直立じゃないですか、吹き出しじゃないですか。もう頭パニックになってもうすぐ宿にチェックインですよ。変なことをお伺いしますけど、こちらにあの白い猫っていうかトロっていうか、なんでもないです。スケジュールはと、本
当芸能界はピークを過ぎると一気だよな。やべ、今日は頑張んねえと。ゲッツゲッツ。その前に芸能界チェックと。へえ、やっぱ男で人生変わるか。ん？あれ？なんかいたような。高野、何やってんだ。露天風呂の掃除終わってねえだろ。やべ。はい。ゲッツ。あの時が最もピークだったかな。精神的にきつかったのは。それで気分転換に温泉って思って。でもお一人様だとやっぱりちょっと寂しいですよね。その時ですよ、ガシャンって驚きました。君、どんくさいね。ああ、台無しだ。声だけ。いいよ、無理しなくて。息にね。一人で全国を旅してるの。毎日が夏休みなんだ。お気楽な身分だね。でもあんまり羨ましくないな。毎日が休みだと温泉の効能も半減しちゃうし。で、他にどんなものが好きなの？もういいわ。全部食べ物なのね。それもタンパク質ばっかりで。野菜も取りなさい。はい、どうぞ。なんで一緒にいるのが猫なんだろう。男で人生が変わるか？うん。女にとってある意味本質的な問題提起だね。人生、他人に左右されることって
って本当にあるのかな。現象としてそう見えてても本質的なところは自分の意思がそうさせてるってこと多い気がするし、だいたい女がそれまでの行動パターンとちょっと違ったことをすると必ずその影に男の存在かって疑うのはあまりに短絡的だと思わない？あ、ごめん、分かんないね、そんな大人の事情なんて。は？それおかしい。やっぱりそこか。でも難しいこと知ってんね。全然褒めてない。はあは私だよ。別にそんな色恋が原因じゃないし。あんたはいいの、お気楽な旅なんだから。まあいいわ。じゃあさ、お気楽ついでに一つ聞いてもいい？私いくつに見える？あ、唐突だったか。そりゃそうよね。君いい子ね。大人ね。大人になるのって難しいのよね。いくつになっても。何？何してるの？ママに教わらなかった？人様の前ではお行儀よくしなさいって、うん、大人はそんなことしないのよ。すっきりしたかな。でもトロの大人って言葉にドキッとしたのは事実。ここで言うのもちょっとかっこ悪いんですけど、例のあの記事、深夜の大乱闘っていうのは本当です。修羅場っていうのもある意味本当。実はあの日夜中酔っ払って書いた私は何も考えずに冷蔵庫に入れてあった焼きプリン食べたんですよ。酔っ払った時に食べるプリンって美味しいじゃないですか。でその後彼が帰ってきて、とてもそのプリンを楽しみにしていたらしくて、それで大喧嘩。今彼と？その答え後でもいいですか。でね、うちに帰ったらこれがバッグに入ってたんですけど、トロからのプレゼントみたい。これもらってもね。6年間の全 VTR をチェックして意外なことが分かってきました。トロは猫です。人間と明確なコミュニケーションが取れる猫です。しかも動物に対しても特殊なコミュニケーション能力があるのではと思える証拠が出てきました。
意外かもしれないけれど、俺の趣味座禅なのよ。禅寺で瞑想にふける、これって最高な贅沢な時間なわけよ。でよく暇を見つけてはお寺を回って座禅を組むんだけど、その時はどういうわけか座禅を組み始めてトイレに行きたくなっちゃってね。でもまあ集中すればなんとか乗り切れそうな気もして我慢してたわけよ。で瞑想を始めて30分、来たねピークが。
もう一回座禅組んだろって突っ込みたくなるでしょ。でこれもらった。ボケ封じだったよ。お前が持ってろって言いたいだろ。仕事で各地を待ってっから、なかなか家に帰れなくて、それでよ、うちのかみさんとギクシャクし始めてよ。やっぱ出ねえな、はあ、やべえな、これ本気だよ。撮影まだ終わりそうもねえしな、はあ、でもあの日は意外と早く撮影が上がったんだよな。やべえな、やっぱ帰った方がいいんだろうな。でもな、この合掌造りの医療で一杯なんつうのは最高だもんな。本当にたまんねえからな。なんだ、気のせいか。まあな、久々のシアカゴだし、今日のところはいいか。俺なんかやっぱり誘惑に弱いな。何度か合掌造りの村って言ってるんだけどさ、いいんだよこれが、冬は格別だよ。いろいろと思うところもあるし、特別な思いもあってさ。まあ昔ながらの家っていうのは空間が広いっていうかな、天井が高くて柱が太くてさ、なんかこうウキウキするんだよな。だからついついはしゃいだって、足の小指ぶつけちゃってさ、わかんねえことだらけでな。だいたいよ、足の小指が難しいってのは意味がわかるようでわかんねえしな。まあそんなこんなでよ、一晩一緒に過ごすことになったわけなんだけどよ。いいね、寒い日は熱燗に限るね。ガキじゃねえんだから味わって飲めっつうの。一気飲みはよ、肝臓にあかんぞってな。
お酒なだけに飲まれたら情けねえ。な、酒ねえ。なんてな。ああ、降ってきたな。お前好きな人いるのか。ラブラブか、おい。そういや昔俺も来たな、彼女とよ。うん、いや、かみさんのことだよ。ほら見ろ、つまらねえ飲み方するからだよ。じっくりトイレ行っといでってな。そうか、そうだったな。トイレだったな、おい。トイレなだけに運がつくってか。俺うまいこと言っちゃったな、おい。あ、お前今ため息ついたろ。ついたよ。あ、無視した。傷ついちゃったもんね、俺。こんなこと言ってっから神さんに挨拶かされんだな。明日家に帰ろなんて言ったのはどこだっけな。起きろよ、寂しいじゃねえか。起きろよ、起きて一緒に飲もうぜ。そうそう、これあいつがくれたお守り、夫婦円満。なんだかな。
さてトロのグルメ疑惑についてです。やたらといいものを食べています。季節ごとの旬の食材は必ずチェックしていますし、まさに異常なくらい食に対する探求心があると言えそうです。すいません、なんかここのとこずっと自分を追い込むようなちょっと生活をしてたんで、ちょっと今日も疲れが残っていてごめんなさい。で、何でしたっけ。ああそうですよね、私ここまで来て言うのもなんなんですけど、どちらかというと犬派なんですよ。だからあんまりあの猫のことで話せることってないんですけど、ああそうだ、あの日あの雑誌の撮影だったんですけど、撮影が早く終わったんで気分転換にってこう気心の知れたスタッフさんたちとあそこにいたんですよ。でもこうあの頃ってこう体力的にも精神的にもそういう感じだったんで、何にも乗らないでうだうだってしていて、そうですね、なんか最初は遊園地だしよくできた着ぐるみのおじさんかなぐらいの感じだったんですよ。だからおじさんも大変ですね、暑いのに。やっぱ結構荒れちゃったな。あんまりここにいると熱中症になっちゃいますよ。びっくりしましたよ。もう眠気が一気に吹き飛びましたね。だって初対面でいきなりあんなこと聞きます？ああ、いやそんなことじゃなくて、猫なんですよね。猫でしょ？でも顔の作りがあれでしょ？でもな、猫なんですよね。でこれがまたすごい元気なんですよね、意味もなく。
気だね、暑いのに。何？何？顔近いんですけど。このことは、うん、いいよ、うん、分かりました、貸してあげる。あ、でもこれ高かったんだからね。あ、無理。君顔でかいからこれはまんないよ。残念だけど。そう。そう。そう。出すと顔もっとでかくなるよ。うん、誰しも悩みあるよ。猫でも人間でも。うん、あるよ、私にだって。差し当たっては、うん、これかな。好きで絵を描いたりとかはしてたんですけど、知り合いの誘いもあって陶芸を始めたんですね。これがこう思いのほか奥が深くて、自分の衝動を表現するつもりが、実は自分の精神状態が如実にこう反映されちゃったりとか、心の現状をこう思い知らされるみたいなところがあって、深いなって。
まあこう土をいじることって精神の解放にもつながって、こうストレス解消にもなるんですよね。あ、それに自分の作った作品を大切な人にプレゼントしたいなって、自分で言うのもなんですけど、なんかそういう気持ちっていいなって。それもいい味出してるんじゃない？これも今の自分、それも今の自分。大丈夫よ。これあげる。半分ご褒美、半分お礼。でもやっぱり無理かな。もう必死でしたね。顔をこう小さくしてなんとかサングラスをしようとしてるんですけど、なんか最後にはもう収集つかなくなっちゃってて 笑っちゃいました、本当に。ああ、あの時の作品ですか。うん、いい感じに焼き上がって、その辺はいいです。それにもうプレゼントして今手元にはないんで。あ、そうだ、これ別れ際にもらったんですけど、よく聞くからってプレゼントされたんですけど、どう思います？目覚ましテレビに最初に登場したのが2001年10月1日のことでした。その際、こんにちは猫のトロですと自己紹介しているんですが、実はトロにはちゃんと本名があるということが判明しました。やだ、たまたまデートの前に予約が取れたから行ったわけ。別に特別なことじゃないでしょう。好きな人の前では綺麗でいたいって思うのは女も男も一緒なの。暇を見つけてはこうして体の隅々まで綺麗にしてもらってるわけ。
でねでね、なんか聞こえてくるわけ。今まで聞いたこともないような音が。いたのよ、白い顔して。エステの必要なんかないじゃない、真っ白なんだから。第一猫でしょ、生意気よね。私たちの間じゃ本物を見ると素敵な声ができるって噂なのよ。だから信じてたわけ、いつかトロが私の前に現れてくれるって。でもね、残念なお知らせ、ちょっとイラッとしたのよね。小顔になったかにゃだって。わかる？猫がスタイル気にしてどうすんのよ。で、さらにここからがすごいの。もういいところに止まってんのよ。すごいわね、ここスイートよ。トロここ止まるんだ。ゴージャスね。普通の猫じゃ止まれないでしょう。贅沢よね。高級ホテルでお金を気にせずルームサービスを頼むのって実はみんなの憧れなのよね。かしこまりました。お宮だって。でも好きよ私、そういう貧乏性なとこ。素敵。好きな人と一度でいいからこんなセレブなデートしてみたいじゃない。でねでね、もらったわけこれを。昔ちょっとだけネットで話題になったことがあるみたいなんですけど、私は趣味がドライブで結構走りますね、気分転換に。静岡あたりとかまでだったら割とレギュラーコースで走っちゃったりしますね。はい。あ、そうですか。はい。あ、いえ、はい、大丈夫です。はい、わかりました。明後日の6時に集合ですね。はい。はい、よろしくお願いします。はい。仕事がちょっと忙しくて、こう親友と喧嘩しちゃって、やっぱり親友って呼べる友達ってなかなかね、できるのが難しい時代だなと思うんですけど、でもだからこそすごく大切にしたい。でもなぜかこう喧嘩が絶えないというか。ここで台風情報です。マリアナ諸島近海で発生した熱帯低気圧は時速20キロで西寄りに進み、現在中心気圧975ヘクトパスカル、最大風速30メートルの台風に発達、浮上を続けています。進路次第では上陸する可能性もあります。飛行機などの交通機関への影響も出そうです。今後のニュースに十分お気をつけください。やっぱいいや。珍しいですよね、飛行守りって。こんなお守りもあるのかなって。でもなんかちょっと一方では嫌な感じっていうか、誰かのいたずらかなとも思いながら、でもね、お守りを捨てるっていうのもちょっと良くないかなっていう感じがして。
っと、どうしてくれるのよこれ。使えなくなっちゃったじゃない。もう仕事の打ち合わせとかいろんな連絡とか全部これにかかってくるんだよ。どうするのよ。君のせいだよ。どうするの。ごめん、違うよね。最近仕事で忙しかったからかな。なんかちょっとイライラしちゃった。ごめん、不注意で落としたのは私のせいなんだし。だけど参ったな、これどうしよう。まあいっか。なんかちょっと赤い方かも感じるし、君のおかげかも。でもちょっとは責任感じてほしいんだけど。うっそ。人間になりたいの？猫のままがいいかもよ。そう？疲れちゃうよ。どうかな。人間っぽくない。今のはね、パワーの源。それから自分へのエールと、あとはみんなへのエールもかな。ん？どうしたの？そんなことないよ。まあ仕事で忙しいかなっていう時はあるけど、でもさ、人間30年もやってると時々疲れちゃう時もあるんだよね。忙しいってのもよしあしだよね。忙しいからつまんないこと考えなくて済むこともあるし、逆に忙しすぎてすれ違っちゃうこともあるし。
ってるの？靴を隠せば仕事に行けずに忙しいのが解消されるって思ったのは嬉しいんだけど、でもなんかちょっとこう微妙にイラッとしますよね。あんまり意味ないことしないで。気持ちはありがたく受け取っておくけどさ。やっぱ無理だよね。電気屋さんとか持っていけばデータぐらいなんとかなるのかな。今頃留守電の嵐かな。まあしょうがないか。こんなものに振り回されてるんだからさ、君がなりたい人間ってのも案外大したことないかもよ。そんなことじゃなくて、君に言ってもしょうがないけど、親友と喧嘩して向こうが謝るまではもう二度と電話しないって決めたの。わかる？わかるわけないか。で、じゃあこの携帯も生き返るってわけだ。
冷静。君の言った通り、人間も意外と素敵かも。奇跡的に携帯が生き返って、それで仲直りをすることができたので、はい、それからこのお守りもすごく役に立ちました。以上がトロに関して私たちが知り得るすべてを検証したリポートです。今後もその真偽のほどはリサーチを進めていくしかないと考えております。その後大人になりきれてないかな。相変わらず大人ね。でも反省は大いにしてるんですよ。だからこの前何気に焼きプリン作って冷蔵庫に入れておいたの。もちろん私の手作り。そしたらどうやら彼がそれを食べてくれたみたいで。でもね、メモが残されてたんですよ。30点だ。ちょっとカチンときたけど、その下に次回に期待するって書いてあったわけ。まあそんな感じでなんとなく仲直りできそうかな。最近さ、本当芝居とか音楽の仕事しか来なくてさ。でも一応お笑いは一生のテーマにしているつもりなわけよ。だからバラエティーものが全くないっていうのはね、まさにボケ封じられてんだよな。ところでさ、白川郷での話神さんにしてみたのよ。お前好きな人いるのか。ラブラブか、おい。ずっと険悪な雰囲気だったんだけど、最近ようやく相手してくれるようになったのよ。告白ね。プロポーズのことを思い出させてもらったのは悔しいけど、やつのおかげか。結局何だったんでしょうね。一緒に土をいじったからって、自分の中では何も変わってないんですけど、あれ以来自己表現の塊みたいな生活で、あ、そういえばこれ、このお守り、実は中に水晶が入ってるんですよね。水晶って集中力とかに効くって言うんですけど、だから、結果的にはこのお守り結構効いてるのかな。ちょっとびっくりだったんだけど、私さ、今年のお正月彼と初詣に行ったの。なんと来年前役だってことが判明。備えあれば憂いなしって言うけど、でもさすがにこれって気が利いてんだかどうなんだか。あの時の携帯は一回で壊れちゃいました。でもこのトラとのこのお守りの影かどうか分かりませんけれども、乱気流にあったにもかかわらず無事にアメリカに行くこともできました。はい。系のニュースも嫌いじゃないんですけど、ちょっとね、信じられないんですよね。まあ、くどいようですけど、もう一回取材重ねてやっていきましょうか。了解。はい、じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。
ペーキングの方もお悩みで大丈夫です。したのに、どこ行ったのかな。ごめんね、なんかバタバタしちゃって。でもなんかテレビ局の中ってワクワクしない？たまにはこういうとこ旅するのもいいよね。で、次はどこに旅に行くつもりなの？